ずホーム群馬のメンバーになります。ゴールキーパー串引です。ディフェンスラインは4バック、右から岡本、城は畑尾、小島、中盤は細貝と岩上のボランチコンビ、右に風間幸喜、左に夏に横浜FCから期限付きで加入した高木優也、ツートップは平松と加藤です。続いて千葉のメンバーです。しばらく4バックでやっていましたが、前節からまた3バックを採用しています。ゴールキーパーは新井翔太、3バックは新井一輝、チャンミンギュ、田辺、中盤のボランチの位置に小林と田口、右のウィングバックに福光、左に末吉、シャドウの位置に風間光也とブアニカ啓太、ワントップはチアゴでレオンソになります。ルースボール、キーパーに戻したボール、入れ替わった、押し込む風間光也。まずね、ブアニカ選手がよく城和選手にしっかりと競りに行ったことによって弾かせませんでしたよね。この後ですけど、ここですよね。ここで一つ競って落としたことによって城和選手の対応が少し中途半端になって、まあ、ただ風間光也選手もよくこのバックパスをね読んで、はい、もう先にね動き出してますから、この後ですね、もうすぐ入ってきますけど、このファーストタッチでしっかりと串引選手をかわして確実にゴール決めましたね、はい。風間光也は今シーズン琉球からやってきましたが、これが移籍後初ゴールになりました。いや、大きな1点ですよね、本人にとってもね。岩上、高木優也、いいゴール、アーリークロス、平松ヘッド。右サイド、うん、風間光也が抜ける、チアゴデレオンスが少し下がり目で待ってますが、クロスボール、ヘッド、ブアニカ。風間光也選手がうまく小島選手の裏取って、まあ、ここうまくね、福光選手とコンビでこの小島選手の背後にいいタイミングで抜けて、まあ、ここ相当時間ありましたし、レオンス選手が止まってたんでね、どこで欲しいのかっていうのは気になりましたけど、まあ、中央のところでね、ブアニカ選手がフリーになっているのを風間光也選手は見逃さずにね、しっかりとアシストしましたし、素晴らしい攻撃でしたね、はい。柔らかいボール、右サイド、うん、ポール、こぼれる、シュートが来た。岩上選手か岡本選手ですかね、いい落としから風間幸喜選手が最後、まあ、これは新井翔太選手触ってたとは思いますね、はい。風間幸喜、遠目から狙っていきましたが、新井翔太のキャッチ、いや、いい攻撃でしたね。低いボール、こぼれる、細貝の左足、キーパーこぼしている、かき出しました。最後は旗があってオフサイド。今のはレベルの高いシュートでしたし、はい、まあ、セービングでしたよね。右足のクロスボール、カウンターになります。ブアニカ自分でボールを運んでいく、前線は桜川ソロモン1枚です。自分で打っていく、こぼれる、桜川ソロモン、千葉に追加点。ユン・ジョンファン監督交代策2人。いや、ここもロングカウンターですよね。ここでブアニカ選手がね、自陣ペナで守備した後しっかりと運んで、まあ、最後のところね、フィニッシュまで行って、まあ、ここで仕掛けてやりきったことも素晴らしかったですし、桜川選手がね、しっかりと反応して押し込んだことも素晴らしかったですし、串引選手がね、弾く位置がやや甘かったので詰められてしまいましたけど、まあ、ただここもね、ブアニカ選手の献身性から生まれたゴールといっても過言ではないですね、はい。
ボール。ここで長いホイッスル。アウェーの千葉3対0快勝。試合が終わりました。0対3アウェーの千葉が勝利。群馬の方は勝ち点27ポイントから上積みすることができませんでした。